STS-110 は、スペースシャトルアトランティスによって行われた国際宇宙ステーションへの飛行ミッションである。ISS のトラス構造の機関である S レートラスの取り付けを主な目的としていた。STS-110 の主な目的は、国際宇宙ステーションのデスティニー実験モジュールに S レートラスを取り付けることであった。S レートラスには、 続くミッションの STS-112 と STS-113 のそれぞれで S1 トラスと P1 トラスが取り付けられ ISS の機関となっている。また STS-110 ではモービルトランスポータも運び込まれた。MT はトラスに設置されたレール上を移動する台車で重量は 885kg である。次のミッション STS-111 では MT にモービルベースシステムが取り付けられた。このモービルサービスシステムにより、カナダアーム2がトラス上を移動できるようになる。ありがとうございます。